マウスの SR タンパク質 SFRSQ の RRM ドメインの溶液構造 SR タンパク質は RNA スプライシングに関与する保存性の高いタンパク質ファミリーである。SR タンパク質という名称はセリンとアルギニンのアミノ酸残機からなる長いリピート配列を持つタンパク質ドメインを含んでいることに由来する。 SR タンパク質は2600アミノ酸からなるタンパク質で RNA 認識モチーフ領域と RS ドメインと呼ばれる2つのドメインから構成される。SR タンパク質は細胞質よりも細胞核に多く存在するが SR タンパク質のいくつかは核と細胞質の間を往復することが知られている。SR タンパク質は1990年代に 症状バイドローサーファラと両生類の卵母細胞で発見され、後に人でも発見された。一般的に、抗生動物は SR タンパク質を持っており、単細胞生物は SR タンパク質を持っていないようである。SR タンパク質は、抗生的スプライシングと選択的スプライシング、メッセンジャー RNA の格外輸送、ゲノムの安定化、ナンセンス。 変異依存メッセンジャー RNA 分解機構、翻訳に重要である。SR タンパク質は、プレメッセンジャー RNA 上の異なるスプライス部位を選択し、選択的スプライシングによって一つのプレ、メッセンジャー RNA 座から、複数のメッセンジャー RNA 転写産物を作り出す。スプライシングの完了後、SR タンパク質はメッセンジャー RNA に、 結合したままメッセンジャー RNA への格外輸送を補助する場合がある。SR タンパク質は RNA ポリメラーゼ2による DNA から RNA への転写中に新生プレメッセンジャー RNA さに結合しプレメッセンジャー RNA が DNA さに結合することを防ぐことでゲノムの安定性を増大させる。また SR タンパク質はトポイソメラーゼアイとも 相互作用する。特定のメッセンジャー RNA に対し、SR タンパク質は NMD の標的となるコドンを含むエクソンを組み込むことで、タンパク質への翻訳が正しく行われるメッセンジャー RNA の濃度を制御する。SR タンパク質は自身のメッセンジャー RNA 転写産物に対しても、そうした制御を行い、SR タンパク質の濃度を自己調節する。 SR タンパク質は、ンとは経路やポリソームと、相互作用することで、メッセンジャー r n a の翻訳を増加させる。毛細血管拡張性運動失調症、神経繊維主症1型、数種類のガン、HIV-1 感染、脊髄性すじ縮症、これらのすべてが、SR タンパク質による、選択的スプライシングと関係している。SR タンパク質は、 二つの異なるモノクローナル抗体を用いて独立に発見された。一つ目の抗体マブ1 0 4によって両生類の核内に存在する SR タンパク質が発見された。マブ1 0 4は SR タンパク質の C 末端ドメインのリン酸化エピトープに結合する。またマブ1 0 4は RNA ポリメラーゼ2による転写が活発に行われている部位にも結合する。 この抗体によって4つの SR タンパク質が同定され、これらが脊椎動物と無脊椎動物の間で保存されていることが示された。2つ目の抗体 B52 は症状映えで用いられた。この抗体で検出されたタンパク質はスプライシング因子 SF にアスフと極めて禁煙であり RNA と DNA の双方に結合した。 症状媒での SR タンパク質の発見によって3つの SR タンパク質、スワップ、トラ、トラ2の存在が明らかになった。次に挙げる12個の一遺伝子がスプライシングに関与する SR タンパク質をコードしている。SR タンパク質の特徴は RS ドメインと少なくとも1つの RRM が存在することである。RRM は一般的に N 末端付近に位置する。RS ドメインは SR タンパク質の C 末端付近に位置する。RS ドメインは SR タンパク質のタンパク質間相互作用を調節する。配列解析に基づくと SR タンパク質は天然編成タンパク質であり、RS ドメインは安定した構造を持たないと考えられている。RS ドメインのアルギニンと セリンからなる8つのリピートは、セリンがリン酸化されていないときにはアルギニンを外へ出したら線型となるが、セリンがリン酸化された状態では、鍵詰め型の構造を形成する。SR タンパク質は複数の RRM ドメインを持っていることもある。2つ目の RRM ドメインは、RNA 認識モチーフホモログと呼ばれる。RRM ドメインは、SR タンパク質の N 末端付近に位置している。 RRM ドメインは、エクソン製、スプライシングエンハンサー配列に結合し、SR タンパク質の RNA 相互作用を媒介する。SRSF1 の RRM ドメインが、RNA 結合ホールドを取ることは、NMR によって明らかにされている。RRM ドメインはリン酸化された、RS ドメインの保護を行う可能性もあり、RS ドメインが、 RRM ドメインへ収まることが示唆されている。SR タンパク質は細胞質と核内の核スペックルに存在するが、大部分は核内に存在する。SR タンパク質の極材は RS ドメインのリン酸化に依存している。RS ドメインのリン酸化によって、SR タンパク質は核内へ移行し、とどまり続ける。RS ドメインの部分的な脱リン酸化によって、 核を離れ、細胞質にはリン酸化されていない状態で存在する。SR タンパク質は、クロマチンカ下流とペリクロマティンフィブリルと呼ばれる二つの異なるタイプの核スペックルに位置している。クロマチンカ下流は、プレ・メッセンジャー RNA スプライシングに関与するタンパク質の貯蔵と再集合が行われる場所である。ペリクロマティンフィブリルは遺伝子の転写が行われている。 領域で SR タンパク質は転写と協約したスプライシングを行うため RNA ポリメラーゼ2に結合している。各への SR タンパク質の極材には2つのプロテインキナーゼが関与していると考えられている。SRPK1 は細胞質に位置する SR タンパク質の RS ドメインの N 末端領域に結合し、1012箇所のセリン残器をリン酸化する。 リン酸化された SR タンパク質は核へ移動し、その後核スペックルへ移行する。二つ目のプロテインキナーゼ CLK1 は SR タンパク質の RS ドメインの残りのセリン残基をリン酸化し、SR タンパク質は核スペックルから出て、転写協約スプライシングのために RNA ポリメラーゼ2に結合するようになる。SR タンパク質の核外への移動は異なる機構で、 制御されている。核から出ない SR タンパク質はノンシャタリング SR プロテイン。核から出る SR タンパク質はシュタリング SR プロテインと呼ばれている。SRP20 と QG8 は哺乳類のシャトリング SR タンパク質の例である。どちらもポリアゲニル化された RN 米を認識して結合し輸送を行う。核外への輸送が起こらない。 ノンシャトリング SR タンパク質のほとんどには各保持シグナルが存在している。シャトリング SR タンパク質は核外への輸送のために核外輸送因子 TAP に結合する。また、RRM ドメインのアルギニン残機のメチル化も SR タンパク質の核外輸送に関与している可能性がある。SR タンパク質は構成的、選択的スプライシング。 メッセンジャー RNA 輸送、ゲノム安定化、ナンセンス変異依存メッセンジャー RNA 分解、翻訳に関与していることが示されている。SR タンパク質が RNA 転写産物の選択的スプライシングを開始する最初の段階は RNA ポリメラーゼ2の大サブユニットの C 末端ドメインへの結合である。CTD はエスプツップスの7ペプチドからなる保存された。 リピート配列で構成される。RNA ポリメラーゼ2の CTD のリン酸化状態は転写の状態によって異なる。転写開始前は CTD のリン酸化レベルは低いが、その後の開始と伸長過程の間に、抗リン酸化状態となる。SR タンパク質の RS ドメインは、転写伸長中の抗リン酸化状態の CTD と、相互作用する。P テファブ・キナーゼが RNA ポリメラーゼのリピート配列の5番目と2番目のセリン残期をリン酸化すると RNA ポリメラーゼ2は開始過程から新調過程に移行する。P テファブのキナーゼ要素でセール2のリン酸化を行う CDK9 と SR タンパク質が相互作用を行う。SR タンパク質が RNA ポリメラーゼ2に配置されることにより SR タンパク質は、新生 RNA 差を見ることができるようになる。その後、SR タンパク質は、RNA ポリメラーゼ2からプレ、メッセンジャー RNA 転写産物へ移動する。新生 RNA 転写産物に移動すると、SR タンパク質は、スプライソソームの形成を促進する。SR タンパク質は U と U AF、U1SNRNP と U2AF。 SNRNP の新生 RNA 転写産物への結合を促進することでスプライスソ,ソームの形成を開始する。SR タンパク質は U2 によるイントロンの分子部位の認識と結合も助け、その後の U4、U6、U5SNRNP のリクルートも助ける。SR1 タンパク質は選択的スプライシングにおけるスプライス部位の選択に重要である。 SR タンパク質は、イントロンとエクソンに存在するエンハンサーと、サイレンサーを認識する。SR タンパク質は、他の SR 様タンパク質とともに、RNA 転写産物のエクソン製、スプライシングエンハンサーを選択し、その上流に近接する分子部位へ、U2SNRNP を結合させることで、特定のサンスプライス部位でスプライスソームの形成を引き起こす。 SR タンパク質の持つ選択的スプライシング促進活性は HNRNP のものと対照的である。HNRNP はエクソン製スプライシングサイレンサーへ結合しエクソンの組み込みを阻害するスプライシングリプレッサーである。SR タンパク質と HNRNP はエクソンに存在する S と ESS の配列への結合をめぐって競合する。結合は 細胞内に存在する SR タンパク質と HNRNP の濃度によって決定される。細胞の SR タンパク質濃度が高い場合、SR タンパク質の SA の結合は、HNRNP の e s s への結合よりも起こりやすくなる。細胞の HNRNP 濃度が高い場合は、HNRNP の e s s への結合が、SR タンパク質の SA の結合に打ち勝つ。 SR タンパク質は、喫光的に機能する場合があり、互いに、エッセイの結合をめぐって競合する。スプライシングバリアントの選択が、SR タンパク質の相対的比率に依存している、ことを示唆する結果も存在する。SR タンパク質には上長性が存在するようで、ある。センチューシーノーラブリティスエリゴンスでの、内による、 SR タンパク質のノックダウンでは明確な表現型が見られないことが示されている。特定の SR タンパク質がノックダウンされた後は他の異なる SR タンパク質によってノックダウンされた SR タンパク質の機能が補われる。特定の SR タンパク質の活性は特定の組織または発生段階で重要となる。エクソン依存的な役割 SR タンパク質は プレメッセンジャー RNA 電車産物のエクソン中の特定のエセのピリミジン配列へ U2AF35 と U2AF65 をリクルートし上流に存在する選択的3スプライス V の選択が行われる SR タンパク質はスプライス V の上流のエセに結合し下流の5スプライス V を選択することもある想定されている機構は SR タンパク質が 上流のエセに結合し、U1 から 70K との相互作用によって、U1 をゴスプライス V へリクルートし、選択的ゴスプライス V の選択が行われるというものである。構成的スプライシングでは、SR タンパク質は U2AF という1から 70K に結合し、スプライソソームの2つの構成要素の間を橋渡しすることで3、ゴスプライス V の目印をつける。 構成的スプライシングが起こるエクソンには多くの異なる SR タンパク質の結合配列が存在し、それらが構成的スプライシングのエンファンサーとして機能する。選択的スプライシングと構成的スプライシングの際は、選択的スプライシングの際には、スプライス部位の選択が何らかの調節を受けるという点である。エクソンヒーゾン的な役割 SR タンパク質には、 エクソンヒーゾン的と呼ばれる役割が存在し、その機能を発揮するために、エクソンへの結合が必要であるかどうかが解明されていない。SR タンパク質は同時にプレメッセンジャー RNA 電車産物に結合せずとも、3スプライス V に結合した U1 と5スプライス V に結合した U2AF に結合することができる。このような U1 と U2 を橋渡しする。 相互作用は、クロスイントロン相互作用と呼ばれる。SR タンパク質は、U4、U6、U5 トライ。SNRNP 構成タンパク質中の、RS ドメインと相互作用することにより、トライ SNRNP をリクルートして、スプライソソーム複合体を成熟させる。SR タンパク質には、核、細胞質管のシャトリングを行うものと行わないものがある。 SR タンパク質の一部は RNA の核外輸送因子 TAP に結合し RNA を核外へ搬出する。SR タンパク質のシャトリングは RS ドメインのリン酸化状態によって決定される。抗リン酸化状態の SR タンパク質はプレメッセンジャー RNA 転写産物に結合するが転写の過程で部分的に脱リン酸化されて TAP と相互作用するようになる。そのため、RS ドメインのリン酸化状態によって、転写と協約したスプライシングの後、MRNP の成熟過程で、SR タンパク質が RNA 転写産物へ結合したままであるか、どうかが決定される。RS ドメインがリン酸化されたままであれば、SR タンパク質は核から細胞質へ移行しない。 リン酸化された SR タンパク質はメッセンジャー RNA 転写産物からより分けられリン酸化された SR タンパク質の輸送が防がれる。RS ドメインが部分的に脱リン酸化されると SR タンパク質は核から細胞質へ移行する。RRM ドメインのアルギニン残機のメチル化や電化もメッセンジャー RNA に結合した。 SR タンパク質の格外輸送に関与する。SR タンパク質は転写が活発に行われている DNA 差が R ループを形成するのを防ぐことでゲノムの安定性を増大させる。SR タンパク質 SC35 は RNA ポリメラーゼ2の最大サブユニットのリン酸化された CTD に結合する。RNA ポリメラーゼ2が 新生 r n a 差の合成を開始すると SR タンパク質は RNA ポリメラーゼ2の CTD から新生 r n a 差へ移動する。この SR タンパク質の移動は異型 d n a 差に対して相補的な新生 r n a 差が結合し R ループが形成されるのを防ぐ役割がある。SR タンパク質は転写の際にトポイソメラーゼアイとも相互作用する。 トポアイの DNA の結合は、転写によって形成される、超螺旋構造を緩和する。トポアイが DNA に結合していないときには、SR タンパク質、SF に、ASF をリン酸化することができる。トポアイと SF に、ASF は、転写伸長中に、SF に、ASF が低リン酸化状態となったときに結合する。転写身長中に、低リン酸化状態となった、 SR タンパク質は RNA ポリメラーゼ2に対する親和性が低下し SF にアスフのトッポ I への移動が引き起こされるトッポ I が SF にアスフと複合体を形成した際には DNA 調和性の解消が起こらなくなり転写伸長が停止するトッポ I が SF にアスフオリン酸化することで SR タンパク質の RNA ポリメラーゼ2に対する 神話性が増大し、SF に ASF がトポアイから RNA ポリメラーゼ2へ戻ることで身長が継続される。SR タンパク質はプレメッセンジャー RNA 転写産物の選択的スプライシングによってナンセンス変異依存メッセンジャー RNA 分解機構の標的となるコドンをメッセンジャー RNA へ組み込むことができる。 細胞内での NMD の最も一般的な標的は選択的スプライシングを受けたメッセンジャー RNA である。プレメッセンジャー RNA に重複した後スプライス V が存在し SR タンパク質が過剰発現している場合に NMD はアップレギュレーションされる。スプライシングの際に NMD コドンを含むスプライスバリアントが選択されやすくなり、 さらに下流の翻訳過程は NMD に対して感受性が高くなる。選択的スプライシングを受けたメッセンジャー RNA の30%近くが NMD によって分解されていると推定されている。SR タンパク質の細胞内濃度は SR タンパク質のプレメッセンジャー RNA 中の NMD コドンによって自己調節されている。例えば SR タンパク質。 SC35 は選択的スプライシングによって NMD コドンがメッセンジャー RNA に組み込まれる。プレメッセンジャー RNA さのどの部位に SR タンパク質が結合するか、そしてどの SR タンパク質が結合するかによって細胞内での NMD 活性が決定される。SR タンパク質は直接的、間接的に翻訳にも影響を与える。 SR タンパク質 SF2、ASF AS は MNK2 の転写産物の選択的スプライシングを行う。MNK2 は翻訳開始に関与するキナーゼであり、SF2、ASF のレベルが高い時に賛成される。MNK2 の ISO ォームはマップック非依存的に IF4E をリン酸化し後キャップ依存的な翻訳を増加させる。SF2、 アスフは、円とアケイロの構成要素、特に S6K1 をリクルートする。SF2、アスフは、キャップ依存的な翻訳を増加させる、元原性形態の S6K1 を作り出す。また、SF2、アスフは、ポリソームとも相互作用し、円とアケイロの構成要素をリクルートすることによって、メッセンジャー RNA のタンパク質への翻訳に、直接影響を与える。s f アスフは S6K1 をおして RPS6 と IF4 バイトのリン酸化を増大させる。QG8 はウイルスのコンスタトゥーティブトランスポートエレメントを含むスプライシングを受けていないメッセンジャー r n a の翻訳を増加させる。SR タンパク質の選択的スプライシング活性によって遺伝的多様性は増大するがスプライシングは メッセンジャー RNA さの変異にもつながる。プレメッセンジャー RNA の変異は SR タンパク質による正しいスプライス V の選択に影響を与える。SR タンパク質による選択的スプライシングは、毛細血管拡張性運動失調症、神経繊維主症1型、数種類のがん、HIV-1 感染、脊髄性筋縮症と関係している。 SR タンパク質のいくつかはがんへの関与が示唆されている。SF2、ASF、SC35、SRP20 のレベルの上昇は乳がんと卵巣がんの発症と関係している。また SF2、ASF は肺、腎臓、肝臓の主要でアップレギュレーションされている。SF2、ASF を高度する SRSF1 遺伝子は元元元遺伝子であることが知られている。 ブリカ1のエセ配列のヘニーは異常なエクソンスキッピングと関連付けられており、SF に ASF がエセを認識できなくなることによってエクソンがスキップされる。3つの SR タンパク質 SRP75、SF に ASF、SRP40 が HIV-1 への関与が示唆されている。 三つのタンパク質はすべてウイルスのプレ、メッセンジャー RNA の選択的スプライシングに重要である。また、HIV は細胞内の特定の SR タンパク質の濃度を変化させる。HIV 感染に対する新たな治療薬として特定の SR タンパク質を標的として細胞内でのウイルス増幅を防ぐ薬剤の探索が行われている。治療法の一つは、 SR タンパク質による HIV-1 の調節タンパク質のサンスプライス V の選択を防ぐことで行われている。脊髄性筋縮小は SMN1 遺伝子中での死と死から地民へのトランジションによって引き起こされる。トランジション変異の結果、SMN1 遺伝子のエクソン7はスプライシングによってスキップされる。エクソンは2つの理由によってスキップされる。 一つ目の理由は変異によって SF に ASF がエセを正しく認識できなくなるためであり。二つ目の理由は変異によって HNRNP が結合してスプライシングを防ぐ ESS が形成されるためである。ありがとうございます。